は11時33分回っています。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています。アッコのいい加減に旋回です。はい。大阪からいただきました。はいはい、はい、ラジオネームドシルさんです。はい。この番組の影響だと思うんですが、うん、最近セブンイレブンであれこれ買い物することが増えています。嬉しいですね。だって便利やもん。そうですよね。うん、中でも最近ハマってるのが、うん、お店で揚げたカレーパン。ああ。めっちゃ美味しいですよね。とか、美味しいですよね。あれさ、よくセブンの、私あんまり、豚まんとか買わないんですけど、レジの横にあるんじゃないですか。あります。でもなんか東京市、地方によって大阪市用とか、なんか味が違うってよく言われたんですけど、ね、あれなんか東京の豚、もう大阪だと豚まんだもん、辛子、練り辛子ね、はいはい。当たり前だったんだけど、最初はついてなかったとかね。はいはい。だから地域カレーなんかもどうなんだろう、味は全国統一してんのかな、ね、カレーの案が一緒なのですかね。あのおでんの出汁なんかよく変えてるって聞きますね。なんかあるよね、はいはい、具も違うって言ったりね。で大阪のドシルさんは、はい、まあカレーパンもともと大好きなんですけど、うんうん、もうセブンイレブンのカレーパンは本当に美味しいと。はあ、いいですね。小腹が空いた時なんか最高ですよね。そうですね。あれ本当はねチンもいいんですけど、トースターでちょっとやると上ほんとサクッと食べれるんだけどね、カレーパンとか。あ、そうなんですね。トースターでね。うん、トースターで。あー、サクッ。いやー、食べたかった。私よく春巻き買うんですよ。はいはいはい、酒のつまみに、セブンで。で、必ずトースターで焼くと、もう、パリッっていうので、中でこう、椎茸とか出てくると、カー幸せ。ババンババン、違うっちゅうね。また出た。ババンバン。よっぽどね、アッコさんの体が本当にね、回復傾向にあると皆さん喜んでらして。ああ、嬉しいな。はい。それぞれの表現でね。はい。ラジオネーム、節眼マニア田中さんは、はい。これから先もっと回復して、はい。スムーズに歩けるようになり、はい。そしてヒールを履いて歌が歌えますように、はい。というね。はい、頑張ります。本当に頑張ります。嬉しいですね。はい。この間ね、本当にこれ言ったらちょっと泣きそうになるんですけど、新曲のレコーディングも、立ってないから不安なんですね。で、ボイトルも全部座ってやっていて、でもレコーディングがもう、無事終わって、はい、またこれが楽しい歌なんですよ。へー。もうこれね、3月、4月になると、あ、マネージャー言っていいって言ってますね。まあ、あんまり詳しくは言えないんですけど、メロディーが絶対耳にもう残ると思う。もうね、一番は、まあ、タイトルは言っていいんですか？タイトルはちょっと。まあ、そう。こんなんね、今気がつきましたけど、はいはい、こんなもん、先にこんなんマネージャーと打ち合わせしとけよ、言ってもな。和田子、すんませんね。いや、でもね、なんて、え？メロディーはいいの？微妙やな。手を差し伸べてんの。タイトルはええのって言った時には、微妙に首をかしげこうやってたでしょ。メロディーはいいのって言ったら両手でどうどうぞ。でも、このね、メロディーを、一番重要なメロディーを聞くと大体もう、何の歌かわかる。わかる。おーおーおー、うん、それでね、アップテンポの歌なんですか？アップテンポです。もうノリノリ。ノリノリの。だから3月とか4月とかにね、例えば、新入生とか、それとか、社会人とか、新社会人とかの、お祝いの会とか。なかなかできなかったですからね、この3年。そう、うん。これはもう絶対楽しい。へぇ、もうね、一番のキーは、乾杯したいじゃないっていうの。へぇ、乾杯したいじゃない。乾杯したんじゃ、したいんじゃない、え、したい。したいじゃない。したい。運が入んないの。あ、なるほど。乾杯したいじゃない。なるほど。乾杯したいじゃないって追っかけんの。乾杯したいじゃない。言って。乾杯したいじゃない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 。で、その後が、まあ、あんまり言っていいのかな。もうどん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 言って歌っていく。いや、でもこれ、乾杯ソングなんですね。そうなの。か、乾杯とか、乾杯でコーラスが入ってたり。だって、夜な夜なダンスも、すっごいみんなが乗れる歌でしたけど。はいはい。
夜な夜なダンスは私もう本当にリスナーにそれこそいいんかな、うん、出す前からさこういう歌出すんですけど、踊りゃなソンが言えないんですけど、皆さん言うてこのプロ何十年の人が素人さんに聞いたんですよ。で皆さん教えてくださってね。そうです、何に力入れた方がええとかね、うん、なんか教えていただいて結果うまくいきましたけど、いや今度のはね結構なんか同じフレーズが多くて、でまあ作者あんま言えないんですけど、すごく私をリスペクトしてくれてて、私と一緒にやるってのをなんか光栄に思ってくれててね。若い方ですか？そうです、もちろん。それで古い日記とかさ、あの鐘の要素も入ってるんですよ。へー、うん、じゃああれですか、歌詞の中にそういうかつてのアコさんの歌詞じゃなくてね、まあまあでもオマージュというか、でもあなたってのは出てくるから、へー、あの鐘を鳴らすのあなたみたいにね、はいはいはい、でも本当に楽しくて早く聞きたいですね。これいつ頃になったらオンエアできるんですかね。これ多分3月ぐらいじゃないですかね。ちょうど本当に乾杯のシーズンになってくると、うん、そのレコーディング終わった時、それを間違ってこの間ちょこっとあの時ですか。そう、アコさんのボイスメモで私が話す内容をメモしたって言って出そうとした時に一瞬曲が流れた。そう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 、一瞬ね、練習したやつが出て冷や汗もんでしたけど、はいはい、でもそのレコーディングも終わって、なんかまたこの作詞作曲してくれた人がまたもうすごいいい人で、いい人でっていうかもう全然年下なんですけど、でもアコさん基本的に作詞作曲の先生にはね、まさに先生という先生ですから、ね、もう作ってくれたね、年齢関係なくて、もうこうシンコペーションとかすごいんですよ、はい、そしてだんだん混ざっていくそれぞれのとかね、そのそれぞれの図を伸ばしてほしいって言われて、もう不便でそれぞれのソウルでっていうメロなんだけど、もうどうやってもそれぞれ、いやそれぞれって書いてくれってそれができなくて、そしたらもうマネージャーからディレクターからその人から、じゃあちょっと入っていいですかって、私レコーディングのとこは大体もう真っ暗にしてさ、向こうが見えないように暗幕張ってるんですよ、みんなズカズカ入ってきて、それゾン入れましょうかって、そしてだんだん混ざっていくそれぞれの、歌えないいやだからそういう明るい歌だから、アッコさんの中での、まあ、ずっとね足が痛いっていう気分が沈んだままよりは、いやでもね座ったまま歌いましたけど、うん、いや楽しくできたんで、よかったですね、本当レコーディングできたのも嬉しいですね。ぜひお楽しみに。そうですね、明るくなります。はい、じゃあこの番組の中でも、はい、3月になったら聞けると、はい、いうことなので真っ先にお聞かせします。ありがとうございます、はい、それまでどうぞ皆さん楽しみになさってください、はい、それではここでおかけするのはですね、はい、キャロル・キングの曲なんですけどね、いいね、はい、1973年の5月ニューヨークセントラルパークでのライブ音源を収録したアルバム、はい、ホーム・アゲインが今月10日配信リリースされるということで、はい、キャロル・キング当時31歳の歌声。すいませんけど、キャロル・キングさんまだご存命ですか？はい、あ、そうですか、素晴らしい。ということさ、ナチュラルウーマンとかね、この人歌うと渋いからね。だからもう80歳でいらっしゃるってことですね。あ、すごい、はい、それでは、はい、しましょう。キャロル・キングでホームアゲイン。